はい、こんにちはくんです。ということで、今回は、ラッターさんの企画にね、合わせて、あるものをちょっと何とかしないといけないことが判明しました。はい、それは僕のスキンです。ヒカキン×赤髪の友×ドズル。ヒカキンさん×赤髪の友×ドズルさん。なんで点々点にすんの？というですね、ちょっとひどすぎるスキンになってまして、ちょっと何とかしないとまずいと、いうふうなことが判明しました。はい、ということで、次のスキンをちょっと募集します。はい、一人目どうぞ。何メタボそれ、はい、さよなら。あ、ボツだよ、うん、おい、シモテるぞ亀下くん、シモテるで殺せないよ全然生首になって怖いな。はい、それではどうぞ気を取り直して。青とピンクのコントラストが魅力的な素敵なデザインに仕上がりました。あー無理だね、悪化してる。次、おい、なんでお前ら どれもこれもなんかおかしなことになってんの。ちょっと待って、全員同じ系統なのまさか。おい、全部ダメ、ちゃんと全部ダメ。次、あと50、ちょっと待って。あー、いやダメだけどね、全然ダメだけどね。次、でもこれはギリギリじゃない？これはギリギリでしょ。これギリギリ。はい、はい、横にちょっと揃えててください。この鈴木姉さんのところにいてください。でも過去に作ったって何ですか？あの、過去に作ったって何ですか？ペンペさん。ペンペさん？ペンペ？何言ってんの？過去に作ったって。何それ？次。は？次。何それ？ IZM って何？わかりやすくシンプルに。何 IZM って。何それ何もわかんねえよって。なんか、なつき厳しいね、デポンに。なんでそんなデポンに厳しいの？厳しいね。1.2M って何？デポン。もう一回見せて、後ろ。1.2M。120万って表現したかったのかもしれないですけど、まあ直感的に IZM にしか見えないんですよね。見に見えない、まず。長月手厳しいなぁ。デポン見てるとさ、俺マーチじゃん。なんか俺、その頭良くないのよ。学力その高くないんだけどさ、ないから、学力高い人の方がなんか面白い、なんかそんなわけないんだけど、っていう風な気持ちになっちゃうじゃん。頭いい人の方が面白いこと思いつくって、なんか直感的に思っちゃってる節があってるんだけど、デポン見るたびに、あ、よかったって思う。なんか、俺東大院行けないけど、でもデポンの方が俺より面白くないんだ。あ、よかった。なんか別に俺って別に人間的に劣ってるわけじゃないんだっていう。あの、結構、俺ちょっとだけ落ち込むことあるのよ。たまにね、やっぱ頭いい人すごいなとか思う時あるし、 IQ テストとかできなかったり、あー、なんか俺そんな良くなかったなと思うと、うわー、やばいな、俺微妙だなとかって思ったりするんだけど、本当に50人クラットの高学歴勢見ると、あ、でもあの関係ないんだやっぱりっていう風な気持ちにしてくれて、本当にありがたいなっていう気持ちでいっぱい。ありがとう、ゴリラビもありがとね。ほんとゴリラビのこと見るたびに、俺ゴリラビは分かってなかったかもしれないけど、ゴリラビ学歴高いから俺より。なのになんか20歳かの時の俺の方が多分今のゴリラビより絶対面白かったから、だから別に大丈夫なんだって気持ちにさせてくれる。救われた、自己肯定感上がるゴリラビ見てると。はい、次、打ち取ったり上げて掲げてんのかあー、これにしてあー、これにしたいよー。ちょっと横それてよか、ちょっと一回横それといて。敵将を討ち取ったり、あー、いいねー。はい、次行きましょう。可愛らしい女の子スキンです。ラッターさんとも関係が深いようですし。あー、まあ、なしじゃないよね。まあ、一応ありだよね、手として。ラミンだよね。ありんー。ちょっと、アーケンのスキンだけちょっとこっち並んでようか。ちょ、イニーはちょっと消えてよ。はい、次。帰っていいよ。戻って。はい、次。は？はい、次。リアルのかっこいいクンさんをイメージで作りました。あー、なんか今の、あの、黒スキニーね。俺黒スキニー楽だから、あの、割と黒スキニー率高いから、言われたもん。バンクラのチューンがツイッターで言ってた、クンさん黒スキニーしか持ってないのとかって、なんか、あの、皮肉言われて、くそ、うっざっと思って、今度は絶対黒スキニー履いてない格好で自撮りしようとかって思った。うっざっと思って、あれ。ピキって来た俺。あれ。次。まあいいや、そっちで。あ？打ち取ったり、ダメ、はい、アウトです。アウトです。打ち取ってはいけません。次。
ちょダメです、あの取り返しのつかないことになります。てかキクトハウスさんとラッターさんって確か親交ちゃんと深かったはずなので普通にダメです。多分キクトハウスラッターの、 あの2021年2月27日にラッター&ピクト人狼っていうなんか企画やってます、なんかアマンコアスで。まずいです、全然仲良しです、まずい、非常に良くないことになるから。はい次は？ラッターさん今回はご褒美、はい、ダメ、はいダメ、次なんだそれ、それ何、あ俺か、くんさんの顔、まあ、先がけって感じだな。次かぶんなよ、かぶらせんな、かぶらせんな。ラミン学園す最初日楽しかったです、明日はまだ回ってない場所も回りますかぶらせんなお前ら。次あれ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 、ラッターさん見慣れたスキンがいいと思います。ペンペ君は以前ラッターさんの、企画に参加、勝手に参加し、ラッターさんの企画に入ってアピールして少しだけコメントで、あこれ50人クラウドの人じゃんという風なコメントをつかさせて、他の参加企画に参加しないんでねという規約を破って、50人クラウドに若干迷惑かけて僕が代わりにラッターさんに謝ったことがあります。はい豆知識です。次 LGBT なんだよそれ、社会人として性的少数派に配慮したくん。次待って当てた、ダメ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 、赤身のくんさんの顔を残して体部分のヒカキンとドズルの良さ邪魔なので消し去って、ラッターさんの要素を足し温かい雰囲気、なんか冷たい雰囲気みたいな風に言うな。次あワボボだ、なんかワボボなんか鼻水出まくってない、どうしたの、よだれ意味が分からん、ただただワボボによだれ出させただけだろ。次何それ、え、何これ、何これ、新世界訳聖書物見の塔、おい、この世はサタンに支配されてます。あのさ服装すげえ良くなかった、服装マジで良かった、でもなんであの服してんのってぐらいあの服してない、すごいあの服着てるよね、めっちゃわかる、よく知ってるクリボ、なんでなんかわかるよ、この服俺が描いたあの土木風化ファンアートみたいなさ、ジーンズにちょっと淡い感じのそれ元ネタやで、いやでもなんかすごいそれっぽいユニフォームみたいな感じだよね、すごいわかる次何それ、何それ、やしとポリタンさん何持ってんのそれ、手にくんさんも一緒に幼稚園遊ぼう、違う企画ですそれ、はい違う企画です。次ちょっとしょうもない同調チャットに夢中になる年、それなあれごめんなさい、企画違います、企画間違えてます、それそれ別のものです、はいこちらの動画を参照してください。え、トシ君、しょうもない同調チャットに夢中になるトシそれだ次何それ、独創的で綺麗な色使いなんて見る人の心を癒す素敵なスキンとなりました、真ん中に取り込まれた赤髪の友、何それ。次んドラゴンボールのミスターポップは黒人差別に繋がるように黒から青に海外ではされています、きっとラッターさんも海外向けに配慮をしたんでしょう、そのため元カラーを再現してふざけんな、なんでなんでそんなでもちょっと待って、ラッターさんって海外向けだったってこと、海外配慮の要素があったのか、あーなるほどな、そこまで考えてたのか、元カラーってことか、じゃあ、はい、次それなんだっけ、 MC ネームでくんさんの ID を調べたら出てきたスキン、これなんだっけ、これなんだっけ、なんか覚えてるぞこれ、なんだっけ、トマトソースもそのスキンでいいよこれから、うん、なんか昔のなんかあの柴さんと MC みたいなやつもういらないから、トマトソースじゃあそれで永久決定で、もうこれからそれで生きて、とりあえずもう MC いないし、もうで MC もなんなら取ってもいいよ別に、好きにしてもらって構わんよ。はい次、あの真ん中のそれ何それ、それな何かな、くんさんが日本人として当たり前の格好のスキンって言ったから、あー普通の日本人ってことか、あージャパニーズジェネラルアダルトマンか、ちょっと今回はいいかな、足出てこなくていいよ。次すごい勢いで走り込んできたな、クソ昔にくんさん着てクソ高いダサい私服をイメージしました、 KKN なんだそれ、 K とか書いてあるの着てた俺ちょっとごめん、覚えてないわ。真ん中に K とか書いてた ?K? なんだそれ。次。ラッターさんの少女期を中止再現、本日の優勝候補だ、女王。お前、来てから言えよ、来てから言え、立ってから言え、せめて。なんでなんか言う、来る前に言うんだよ。なんで来る前に言ってからやってくんの。次。
何それ、かわいいやろ。ラミンもニンマリア。あの俺ね、白のね、白っぽいねデニム持ってたんだけど、白っぽいデニム着すぎて漂白しないと、ちょっと黄色いシミみたいなのついてて、丈が長いやつだったら白っぽいの着るのよ、あのシミ隠せっからちょうど。だけど黄色っぽいシミがねちょっとついて、この辺に洗濯しても落ちないんだよ、残尿みたいなシミついてるから。でちょっと最近着てない、ちょ今度買おうかなと思ってます。はい、次。何それ、トゥンさんといえば某 FPS をイメージしました。チルノ、お前2015年で止まってないか、すべてが。チルノくん、チルノくんさ、ごめん。周り見てみ周り見てみ、今、2021年なんよ、チルノ。もう、あの、ツイッターとか見てみ、考え直した方がええで。もう、ちゃうねん。周り見てみよ。あの、みんな FPS 好きな子もいるよ。いるけど、もう終わったんよ、チルノ。もう楽しい時間終わった。もう終わった。もう令和なんよ。もうその時代終わったの。あの L 字の机のところで顔出し配信をしながら焼き鳥を焼く時代は終わったの。もう終わったの。あの楽しい時は。ニコ生で L 字の机で焼き鳥を焼きながら配信して、で酒に酔ってそのまま寝ちゃったりとかしたり、あれの時代はもう終わったの。もう戻ってこないの。二度と。もう無理。もう終わった、チルノ。すべては戻らない。コメントでこんなこと書いてる奴らいるだろ、チルノ見てみろ。こいつらほとんど新規。あの、人狼から見ました。50人クラフトで知りました。ほら、その辺新規いるだろ。誰だ、誰がいい、誰がいい。銀、銀、銀。第五人格よちこと銀一緒だ、第五第五キッズおるおい、チルノ、第五人格だって、第五人格。スマホゲーなの。さとみくん、さとみくんから知ったんだって、アーケンは。傭兵をボコボコにするくんさん、司会してたよね、チルノ。もう終わったんだ。チルノ、もう終わったの。じゃあね。昔の俺。次。は？伊藤です。はい？ちょっと待って、VC つけるね。お願いします。はい、はい。お願いします。お願いします？はい？ちょっと待って。え、何をですかじゃなくて、どういうこと？いや、伊藤、え、好きじゃないですか？そうですよ。え？え？俺にあんなきつく当たって、お前はそれかよ、だって。なんで伊藤なの？長月？はいはい。なんで伊藤なのって聞かれてるよ。いやー、なんか季節かなって。魚だっけ？魚です。伊藤ってなんか鮭かなんかの仲間だっけ確か。え、鮭なんすか。え、いや、え、そこはいやブリだがじゃないんかい。な、そこはいやブリだがやろうがいい。そこはいやブリだがやロガイ、いやブリだが、次からコメントでマジレスされてる。コメントちょっとイライラすんねんってコメントされてる。は？何？え？ん？ふん？ん？何のスキンかなこれ？ジャムおじさんとロックマン？ジャムおじさんとロックマンのスキン？次。ごめんな、どうしたの、どうしたの、ポリタン、落ち着いて、ポリタンはお絵描きしたかったらしい。あ、そうなんだ、あ、ポリタン、一回ここで、この赤いところ立ってお絵描きできるよ、ポリタン、そう、赤いところ立って、ポリタン、落ち着いて、ポリタン、ミュート解除しよっか、ポリタン、ポリタン、声聞こえてるよ、過呼吸なってる、ポリタン、あのね、うん、どうしたの、うん、あのね、うん、ゾウさんと、うん、ゾウさんと、え、彼女は成人女性です。あ、うんうん、ワニさんと、うんうん、ワニさん、キリンさん、キリンさん、うん、クンさんえ、ちょっと待って、え、ちょっと、そのつながりで俺なの？え、ポリタン、ちょっと待って。え、ちょっと待って、どうして、え、どうして動物がたくさんいる中に、ゾウ、ワニ、キリン、クンっていう、その共通点は何？それは、クンさんは、ワニの仲間？なの？クンさんは、うん。これ。クンさんは、あ、書いてる、窓を助けて。書いてる、これなんだ。なるほどね。ポリタンは、ワニなんだ。ポリタンは、うん。ポリタン。くんさんはこれ。あ、そうね。くんさん、唐辛子なんだ。
あーなんで唐辛子なんで唐辛子でくんさんはなんで唐辛子待って、まずい、やばい、応答なし、今ぐるぐる回ってる、ぐるぐる、あ、ちょっと待って、落ち着いて、ポリタン、髪が赤いから、もしかしたら、ポリタン、そうなんだ、ポリタン、ちょっと、窓、ちょっとつけるか、窓、VC ついたよ、はい、聞こえてますか、はい、聞こえてます、ちょっとは、ポリタンなんか、スキンでお絵かきしたかったらしいんですけど、あ、そうなんだ。そうです。純粋にそれだけなんです。あ、なるほどね。ポリタンは好きにお絵かきしたかったんだ。あの、はいはいはい。一回あれ、キーボードから手離した方がいいよ。でも、あったのは、ポリタン、キーボードから。太陽を書き忘れたってずっと悩んでたんですよ。あー、ポリタン、キーボードから手離すのはどう？一回膝を置いたら、ポリタン、大丈夫だよ。ポリタン、キーボードから手。ポリタン、手バンザーイ、バンザーイ、ポリタンいいね、バンザーイして、バンザーイ、オッケー、いい感じ、いい感じ。じゃあくんさん、とりあえず質問なんかどうぞ。ポリタン、ゾウさんとくんさんはなんで書いたの？なんでゾウさん書いたの？だからごめんなさい、なんかすいません、はい、太陽書き忘れちゃったから、あー、くんさんが、はい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 、くんさんに落とされた、あー、太陽書き忘れたのを俺が気づいて落とされた、あー、ごめんなさい、怒ってない、ごめんなさい全然怒ってない、大丈夫で、怒ってない、全然怒ってない、くんさんが書いてくれたから、くんさんはありがとねって言わないと、ポリタンありがとね、書いてくれて、うん、そっか、いいよ、そっか、そっか、ちゃんとエシさんに書いてもらったありがとうって言わないといけないよね、うん、確かに、なんか俺でも唐辛子だけどね、なんかこれ唐辛子、これくんさんとして書かれたんだ、うん、あー、そうなんだ、あー、なるほどね、髪の毛が唐辛子の色と同じだからってこと、赤だから、うん、でも太陽書き忘れちゃったから、あ、なるほどね、あー、分かった、分かった、なるほど、分かった、彼女は成人女性です、はい、じゃあありがとう、またね、ポリタン、うん、はい、うん、頑張ったね、よかった、超よかったよ、ポリタン、はい、ありがとうございました、はい、はい、2人とも水します、すごかったですね、なんかカウンセリングだろはい、横にそれてください、横にポリタン、横にそれてください、はい、立ち止まらないようにお進みください、はい、後ろの人が疲れてますので立ち止まらないように進んでください。立ち止まらないように進んでください。はい、ワドは未成年です。ポリタンとヤチは成人してます。次。は？番号何にする？次。ちょっと。あー。いやでも搾乳とか関係ないから。インク持ちからインク奪うだけだから。関係ない。インク持ちからインク奪うだけです。関係ない。搾乳とか全く関係ないです。はい、次。今日いない芋虫の過去作。それもなんか古いからな、それバージョン。バージョン古い。アップで入ってない、それ。長月、ポリタンのブリタン。は？次。最後かな？もう終わりか？終わったっぽいですね。はい。じゃあ、最後3社並んでください。アーケン、エビフライ、ペンペン並んでください。どれにします皆さん。投票しますか？はい、投票タイム。投票してください。アーケンかペンペかエビフライ。すいません、勝手に投票終了するのやめてもらっていいですか？ごめん、間違えた、ふざけんな。はい、もう一回投票開始です。勝手に投票終了させないでください。不正選挙になります。いきますよー。よくな、トランプ派の人もちょっと一回黙っててください。いきますよー。はい、開示。エビフライ22票、アーケン7票、ペンペ2票。え、嘘。ポリタン2票。ポリタン2票ってなんだよ、一体。ちょっと。俺これになるってこと？俺。いや、まあ、でも、インとちゃう？でも、まあ、インとちゃうの？
え、でも別に、まあ、円とちゃう？よくよく見たら別におかしくないし。な、ポリタンが作ったことにしない？ポリタンが作って、ちょっと首が曲がっちゃったみたいな別方向で書いちゃったってことにしようよ。ポリタンの純粋さでカバーしよう。ポリタン作ったよ。嘘ついてる。あ、ポリタンが作ったって。ポリタンが作ったらしい。じゃあ、しょうがなくない？でもそれは。だって、ポリタンが言うならしょうがないよね。じゃあ、ポリタン優勝だね、じゃあ。ポリタンおめでとう。優勝、ポリタン。やった。ポリタン優勝だよ。なんで急にここだけ飲み込み早いの？確かに。変なところだけ飲み込み早い。でも飲み込み早い場所おかしいだろ、ちょっと。なんか変なところ理解度高いの、やめろ、マジで。おめでとう、ポリタン、すごい。ポリタンすごいね。すごい、ポリタン。やった。さすが。はい。ということで、最後にエビフライが作ったスキン見たいな。どういうこと？エビフライが好き。え？どういうこと？まあいいや、ちょっとなんか、せっかく落ちようとしてたのになんか、動画の落とし方が分かってないやつがなんか邪魔してきたから、動画の進行を妨害してきたやつがいるから、ちょっと放置しとこう。長月、せっかく今さ、おめでとうで、じじいみたいなこと言うつもりだったり、なんか長月が変なこと言って妨害してきたんだけど、今いい感じでまとまってたのにね、結構さ、意外とさ、みんなさ、動画撮影ちょっと慣れてきてるじゃん。なんとなくくんさん、これで終わらせる感じだなってノリってさ、ちょっとわかるじゃん。ああ、なるほど。ここで多分終わらせたいんだな、みたいな感じって。ちょっとわかってきてて、みんなすごいなと思ってきてるんだけど、でもなんかわかってない人も、まあ何人かはいるよね。お前はいつからいるんや。はい、終わり、じじ。ポリタンの方がわかってたわ。